はい、どうもミスターホワイトです。突然ですが、皆さんは大谷の凄さが分かるスタッツ、成績は何だと思うでしょうか。やはり昨シーズン日本人として初の獲得となったタイトル、ホームラン、いやいや MLB 全体でトップ、かつ今最も重要視される OPS、 まあいろんな意見があると思います。結論、ホームランも OPS 両方とも重要ですし、それら両方でリーグトップに輝いた打者大谷は凄すぎるの一言です。しかし私が最もすごいと思う大谷の打撃要素は打球を飛ばす能力です。 WBC マイアミラウンドの打撃練習を実際に見たんですが、冗談抜きでどの日本の強打者、どのアメリカの強打者と比較しても大谷の打撃を飛ばす能力は異次元に感じてしまうほどすごいものでした。そしてこの打球を飛ばす能力を測るスタッツ指標があります。それがバレルパーセントです。今日はこのバレルパーセントについて説明し、大谷の凄さ、2024年シーズンのドジャース打線の凄さについて簡単に話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずバレルとは、完璧な打球速度と角度の組み合わせたゾーンのことで、具体的には打球速度が98マイル以上、かつ角度が地面に対して26から30度のエリアがそれに当てはまり、打球速度によってバレルゾーンに入る打球角度が少しずつ広がっていきます。このバレルゾーンに入れば最低でも打率5割、長打率1500いくと言われ、実際2021年では全バレルゾーンに入った打球の打率は7割2分2厘、長打率は2591となっています。まあ、要はホームラン、打率、長打率、OPS などの指標を上げるためには、いかにバレルゾーンに打球を飛ばすことが重要となり、バットに当てた打球数に対するバレルゾーンの割合、バレルパーセントが MLB の打者の能力を測る最も重要な指標とされていると言っても過言ではありません。そしてその2023年シーズン最も高いバレルパーセントを叩き出しているのが大谷の 19.6% というわけなんですね。基本的には 10% あれば優秀、 15% を超えるとトップレベルと言われ、こちらは2023年のバレルパーセント 15% 以上の選手リストと OPS となりますが、14名中12名が優秀と言われる OPS800 超えをしているため、いかにバレルパーセントが打者の成績のベースになっているかが分かると思います。ただバレルパーセントは飛ばした打球に対する割合であり、三振が含まれないので、ギリギリ OPS800 となっているカイル・シュワーバーのように、三振か長打かのタイプの打者でもバレルパーセント 16.4% とトップレベルの数字を残せるわけです。ですのでバレルパーセントの延長線上でよく見られる指標が打席あたりのバレルとなります。この指標になると2023年のトップはナ・リーグ MVP のアクーニャ・ジュニアの 11.7% で、大谷はそれに次いで2位の 11.69% になります。基本的に 7.5% 超えれば優秀、 10% 超えれば超優秀となり、2023年の 10% 超え7名の OPS を見ると、5名が超優秀とされる OPS900 超えの成績を残しています。そして大谷が加入して2024年最強と言われるドジャース打線メンバーで、2023年バレルパーセントが優秀と言われている 10% 超えを記録している選手の数は、大谷翔平、ムーティー・ベッツ、フレディ・フリーマン、マックス・マンシー、ジェームス・アウトマンの5名と、現時点でフィリーズに並んでトップ。そして打席あたりのバレル数においては、優秀とされる 7.5% 超えの選手の数は、大谷翔平、ムーティー・ベッツ、フレディ・フリーマン、マックス・マンシーの4名と、ブレーブスの5名に次いで2位となります。こう数字に落とし込むと、やはりフィリーズやブレイブスも昨シーズンに続いて強力打線となり、必ずしもドジャース一強とは言い難いですが、やはり大谷がドジャース打線に加わることで、どんな化学反応、爆発が起こるか、このバレルというスタッツを見ているだけでもワクワクしますね。以上となりますが、この動画いいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。